川上悦夫は、日本の競走馬生産者。北海道新冠郡新冠町東白津にある、川上悦夫牧場の代表者。日本中央競馬会と地方競馬全国協会に馬主登録を行っており、勝負服の柄は白、緑ダイヤモンド、袖緑縦縞を使用している。北海道出身。高校卒業と同時に、父、川上景吉から牧場を引き継ぐ。ただし生産者名義はしばらく父のままにしていた。父は牛も手掛けていたが、馬一本に絞って経営した。引き継ぎから19年経った1987年に生産馬が重賞で初めて優勝。1995年には生産馬マヤノトップガンらの活躍により中央競馬の生産牧場ランキングで2位となった。牧場の開設は1966年。1995年時点では約80ヘクタール、2005年時点では約100ヘクタールの規模を持ち、1995年時点では約50頭、2005年時点では約40頭の繁殖牝馬がつなぎ養されていた。2005年には北海道猿郡紋別町内にある育成場を傘下に収めた。北海道新冠郡新冠町東白津にある有限会社川上牧場の生産馬は中央競馬の生産牧場ランキングにおいては悦夫の生産馬として扱われている。クラブ法人ブルーマネジメントに毎年生産馬を提供しており、主な活躍馬にブルーコンコルドがいる。ありがとうございます。